こんにちは、ビッグホリデーのトッピーです。今日は僕が運営している宮古島のダイビングショップビッグホリデーの、ファンダイビング専用ボートを、ご紹介していきたいと思います。主にはですね、ホームページ見ていただいてビッグホリデーでダイビングしようかなと思っているお客様とか、あと YouTube でもですね、ファンダイビング専門店のボートっていかがなものかっていう目線でね、紹介を見ていただけたらと思います。はい、ではですね、YouTube にあるよくルームツアーとかっていうのね、コンテンツあると思うんですけれども、それにね、見立ててボートツアーということで、ボートの価格をね、いろいろ紹介して回りたいと思っています。では、行ってみましょう。はい、ではまず船名から紹介していきたいと思います。はい、このボートの名前はブレンズ2という名前がついております。まあブレンズ、初代ブレンズがねありまして、2代目なので、2がついています。でこのブレンズっていう綴りはですね、実は造語になっていまして、僕がね、考えた名前になっています。はい、ビッグホリデーブレンドシップ、キャプテンシップとかね、そういう意味の、 フレンドシップ、友情ですね。あとはシップっていうのはね、船っていう意味もありますので、それを掛け合わせてね、ビッグホリデーの B と、フレンズとね、フレンズあと S を掛け合わせてブレンズという名前に、しました。はい、では次行ってみましょう。はい、次は座席の紹介です。はい、こんな感じです。ビッグホリデーではですね、このマイボックスっていうのがありまして、こちらの方にね、手荷物をしまっていただいております。で荷物をね、入れたら足元座席下に、収納していただいて、その上にね、はい、こんな感じで座る形です。これですね、僕前にね、パロンに行った時にパロンのダイビングボートね、自分の席っていうのが決まってまして、それがね結構すごいなと思ったんですね。で日本のダイビングショップってね、自分の席が決まってなくて、上がってきた順番にね、空いてる場所を探して座るっていうスタンスがね、基本だと思うんですけれども、自分の席があるといいところはですね、すごいなんか空気を読んで座席、自分の居場所を決めなくていいので、すごくね、ストレスフリーですね。はい、安心してね、自分の場所で過ごせて、なおかつ荷物もね、自分の足元の下にあるので、すごくいいなと思って、自分のボートでもね取り入れようと思って、こういう形をとっております。あとはですね、自分の足元に荷物があるので、いちいちね、前のドライルーム、荷物取り出したい時にね、行き来しなくていいっていうメリットもね、あります。なので全部自分の席だけでね完結しますので、揺れてるボートでね、無駄に立ち歩くこともなく快適に過ごせるかなと思って、こういう方式をとっております。はい、では次はボートの一番前の壁、ここですね、実はホワイトボードにしていまして、ガイドの名前とね、その下にチーム、一緒に潜るお客様のお名前、書いてあります。でやっぱりね、朝一にスタッフの紹介とかね、一緒に潜るお客さんの紹介とかあると思うんですけれども、一気に名前覚えるのってね、結構難しいと思うんですね。特に僕ね、朝弱いので、たくさんね説明されてもよく覚えられないのでね、そういう方もね結構いると思うので、こういう風にねホワイトボードに、しっかり書いてあれば、僕のガイドはね、あ、タックンなんだ、タックンっていう人なんだ、あの人かとかね、僕の隣に座ってる人、金子さんなんだとかね、たくさん喋って写真ね、取り合いをしながら交換しよう、金子さんみたいな感じでね、気軽に名前呼べたらいいなという感じで、まあガイドの名前もね、もちろん気軽に呼んでもらいたいっていう意味も込めまして、こういう風にね、一緒に今日一日潜る皆さんの名前が、一目瞭然に分かるように、こういうホワイトボードを採用しております。はい、では次トイレ行ってみましょう。トイレ一番船の前方ですね。はい、トイレはですね、なんと2箇所設置してあります。はい、男女兼用ですのでね、空いてる方から自由に使っていただいています。では中身見ていきましょう。はい、こんな感じでね、ちょっとねカメラが
超広角ではないので見にくいかなと思うんですけれども、はい、こういう感じでね、はい、トイレ設置してあります。じゃあ中身見てみましょう。はい、まずね、ペーパータオルを設置しています。今コロナウイルスでね、他のお客様と兼用っていうのはちょっとあるかなと思いまして、手を拭き取るタオルをね、ペーパータオル採用しております。あとゴミ箱と、消毒液も、はい、ありますね。こちら使っていただいています。便座とかにもね、つけて使っています。あとトイレットペーパーと、はい、こちら目玉のね、ウォシュレットがついております。なんとね、ダイビングウォシュレットがついていると。考えようによってはね、もうね、拭かなくていいんじゃないかって、はい、そんなわけないですね。はい、あとはですね、こちらに棚がね、ついていまして、替えのトイレットペーパーとかね、こちら自由に使っていただける生理用品ですね。あとね、中身の見えない、ポリ袋とかね、替えのペーパーとかですね。はい、ここね、皆さん自由に開けて使ってくださいというふうにご案内させてもらっています。はい、もちろんね、鍵もしっかりついています。あとね、はい、手洗い蛇口も、ここに設置してありますので、ここで手を洗ってね、まあ、トイレで全て完結できるという形になっております。で、まあ、問題の広さなんですけれどもね、ちょっと分かりにくいんですけど、寸法的にはね、1m×1.2m の、はい、スペースがねあります。なので結構大きな方でもね、楽々入りますね。僕の足こいも置いたらこんな感じですね。なので着替えとかもね、ここで済ませていただいております。はい、はい、窓がねあるので電気がなくても結構明るいです。はい、以上トイレでした。次行ってみましょう。次は温水シャワー、左右にね1機ずつ計2機設置しております。水はですね300リッター以上積み込めますので、そこまでね、気を使って節水しなくてもいいぐらいの、分量を用意してあります。一応温水シャワーになっていますのでね、冬でもね温かいシャワーが浴びれますという形になっております。はい、次はカメラ置き場行ってみましょう。カメラ置き場はですね、船の一番後方、はしごがね、ついているところの両脇、カメラ置き場スペースになってます。はい、これ開けるとね、ドンという感じでね、芝生がね引いております。これね、見た目結構小さめに見えるんですけれども、一眼レフね、3台ぐらいは余裕で入る大きなカメラ入れになってます。でこれですね、この蓋がついてるのがね、いいところでして、蓋をね閉めておけば直射日光入ることはありませんので、まあ絶対に曇ることがないという優れもののね、カメラ入れ場所になってます。反対側にもねあります。はい、なのでね、お客様たくさんいる時でもね、安心してご自分のカメラ収納していただけます。はい、じゃあ次は機材置きスペースですね。はい、こんな感じでね、タンクホルダーが、ついてて、機材をねそこに直接はめ込む、形になっております。これですね、下に寝せちゃうとやっぱりスペースがねどうしてもなくなってしまうので、こういう風に端っこの方にねずらーっと立てられればね広く使えるかなと思いまして、こういう形にしております。で、これねもう一個いい点がありまして、ここに座ったままね、機材を背負っていけると。ちょっとね見てみましょう。座ったまま、はい、機材を乗って調整していけますよ。はい、あとね、機材を乗るときにはこの端っこのね手前のところにも座っていただけますので、基本的にはね立ったまま機材セッティングするシチュエーションがないような作りになっております。
はい、では2回行ってみましょう。2階はですね、ボートの後ろの方、こういった階段がありますので、ここからね、登っていきます。はい、こういう形でね、はい、分かりますか、結構広いスペースね、あります。でね、なんとね、日陰も完備していまして、この後ろの方のね、2階のスペースも全部テントで、覆われていますので、まあ、日よけ効果もね、期待できます。でやっぱりね、2階からの景色ってめっちゃ綺麗なのでね、皆さんにね見ていただきたいと思っています。港でもね、こんなに綺麗なブルーが、はい、見ることができますので、ダイビングポイントではね、もっと綺麗な海に見えますので、ぜひね2階上がって見てみてください。あとはですね、宮古島イルカ出るんですけれども、イルカとかね、マントとかね出た時はやっぱり2階上がって、基本的にはね、どちらもどこでも行ってもらって大丈夫なので、こういう風にね、はい、わあ、マンタだー、イルカだーっていう感じでね、高い位置からゆっくり、楽しんでいただきたいと思っております。で、喫煙場所はですね、基本的には1階は、NG で、2階がね、喫煙場所になっております。これ灰皿のね、カンカン置いてありますので、はい、これ使っていただいています。まあね、吸わない方も2階上がってもらってもちろんね構いませんので、みんなでね、ちょっとね配慮し合いながら、2階のスペースを楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、あとね、まあ、これどうでもいいかもしれないんですけど、このね、床の素材、タキストロンといってプールサイドでね、使う素材採用しています。これね、黄色なのはね、ちょっと理由がありまして、ちょっとでもね、洗浄が明るくなればいいなと思いまして、明るい黄色採用しています。はい、結構反射してね、綺麗に見えますね。まあ、これファンダイブ専門店とかあんま関係ないと思うんですけれども、ビッグホリデーのボートはですね、なんとね、足湯がついております。ちょっとね、開けてみてみましょう。よいしょ。はい、こんな感じです。今日はお休みなのでね、お湯は入っていないんですけれども、寒い日はね、ここに並々お湯を入れてみんなで温まれる構造となっております。でやっぱりですね、沖縄といえども冬はね、すごく寒くなりますので、海から上がった後ね、まずみんなで足を入れて温まります。はい、結構ね、あの温泉と同じで隣の人とねコミュニケーション生まれるのもね、偶然のファンですね。ああ、これ作ってよかったなっていうふうに思っております。ぜひね、ダイビングだけじゃなくてビッグホリデーの足湯にも浸かりに来てください。はい、ではビッグホリデーの専用ボート、ブレンズの紹介をこれで終わりたいと思います。で今日の動画がね、少しでも役に立ったよというか、まあ面白かったよと思いましたら、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方、ぜひよろしくお願いします。で、最後にね、一つ余談なんですけれども、このブレンズですね、実は自社設計となっていまして、例えばね、座る座席のところ、揺れている、海の上でね、実際どれぐらいの深さがあったら安定して、楽に座ってられるんだろうとか、そういうところはですね、スタッフが実際に木材で、模型を作ったりして、でそこにね、みんなで座って、このぐらいがいいんじゃないかとか、ここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとかね、そういうふうに意見を出し合いながら、作りました。あとトイレとかもですね、どれぐらいの広さがあったら実際ウェットスーツ着替えられるんだろうとか、体の大きな人でもね、楽に入れるんだろうとか、あとはですね、ボートの間取りですね、どこに何を置く、設計になっているとか、それなんですけれども、ショップの前の道路のところにね、チョークを買ってきて、この15メートルのボートの、ね、平面図をそこに書いてね、でみんなで、ここはこれがいい、あそこはあれがいいとかね、意見を出し合いながら、いろいろね、考えて作ったボートとなっております。で、これはね、僕たちの裏テーマになっているんですけれども、
ちょっとね、まあ話が変わると、ダイビングっていうのはね、ストレスとの戦いなんですね。ストレスをね、取り除けば取り除くほど、楽しくなります。で、その考えをね、ダイビングボートに置き換えてみたらどうなんだろうっていう、ね、ことで、例えばトイレがね、狭くて使いにくいとか、例えば日よけがね、全然なくて日差しが大変ですとか、あとね、座る場所が、まあ、決まってないのでね、ビジットのたびに自分の居場所を探すのが大変ですとか、あとはね、ドライルーム前一箇所だけなので、ちょっとした小物ね、毎回取りに行くの、ちょっと面倒くさいですとか、はい、まあ、そういうね、ストレスとなる部分をもうね、取っ払いまくった時に、どのぐらいね、ダイビングが楽しくなるのかなっていう、はい、疑問にね、日々みんなで、挑戦していますと。で、これは現在進行形でして、もう形は決まってるんですけれどもね、ここもうちょっとこういう風にしたら使いやすくなるんじゃないとか、これ毎回ちょっと手間でめんどくさいよねとか、そういうところをね、改善しながら、やっている形となります。で、このテーマですね、僕たちスタッフの方では残念ながら答えが出せなくて、遊びに来ていただいたね、皆さんの声をもとに、これは良かった、これは悪かったっていう風にね、答え合わせを継続してやっている形となります。なので、もしね、ビッグホリデーに遊びに来ていただけたとき、そういうふうにね、良かったよとか悪かったよとか、何かね、声をスタッフにくださるととても嬉しく思います。はい、やっぱり、宮古島のファンダイビングスタイルは、ボートに乗ってる時間がね、すごく長いので、そのね、居住空間もね、すごく快適だと、ダイビング自体もさらに楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。ではこれからもみんなで楽しいダイビングライフを送っていきましょう。ではまた来週。